その後ね、被害者の方がね、SNS でね、投稿したらしいんだよね。その煽り運転のね、画像をね。そしたらね、親方の明日やろうはバカ野郎。はい。はい、こんにちは。親方です。今日はね、なんかまたね、大晦日にね、大阪市内でね、煽り運転があったみたいでね、それについてね、話していきたいと思います。どうやらね、家族連れのね、車がね、走っていたらね、前の方にね、紫のね、車がね、車線をはみ出していたからね、クラクションでね、パッなんてね、ババーじゃなくてパッみたいな感じでね、鳴らして注意をね、促してるんだけどさ、それが気に入らなかったんでしょうね。もう私も映像を見ましたけどね、もう蛇行運転はするわ、ノロノロ運転はするわね、しまいにはバックしようとしてみたりね、やってましたね。で、警察にね、通報してね、近くのね、交番にね、向かってね、途中までついてきたみたいなんですけどね、なんか途中でいなくなっちゃったみたいなね、そこら辺は良かったんですけどね。ね、やっぱりね、こうまたね、前回もね、お話ししたようにね、お子さんがね、乗っていたみたいでね、ほんとね、まあ、特にお子さんが乗ってるね、車にはね、ダメ絶対なんだよ、ほんとにね、男の人どうしてね、揉めるとかだったらね、まあ、それも良くないんですけどね、本当にね、お子さんが乗ってるのだけはね、本当にやめてもらいたいなって思いますね。それでね、今回はね、今風だなーなんて思ったのはね、その後ね、被害者の方がね、SNS でね、投稿したらしいんだよね。その煽り運転のね、画像をね。そしたらね、その煽っていたね、紫の車の運転手と思われる人間からね、メッセージが来てね、クラクション鳴らしてなかったら普通にパニックにならずに運転できたと思いますなんてね、わけのわかんないね、言い訳をしてきたみたいなんだよね。あんだけね、ガンガンね、煽ったりね、止まったりバックしたりしてパニックになったわ、ちょっとね、さすがに苦しい言い訳だなと思いましたよ。まあ、ご家族の方もね、びっくりしたでしょうけどね、本当よくありませんね。そういえばね、昔ですけどね、私もね、親子連れのね、お子さんが乗って、お母さん、お父さんみたいなね、車がね、あの家具屋さんでね、駐車場でね、なんでか絡まれてたんですよね。なんか気の狂ったようなやつにビール瓶をね、持ってこの野郎なんて言ってましてね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしています。で、私もちょうどそこ通りかかってね、まあね、男同士の喧嘩なら私もね、いいやと思うんですけどね、お子さんがね、乗ってたんでね、これなんとかしなきゃなと思ってね、私もね、すぐに飛び出してね、何やってんだ、勝つだーなんてね、私も言ってね、したら私の方に目を奪われてね、でその隙にね、親子はね、車でビャーってね、逃げていったんでね、
私もねすかさずねすぐそいつも車で追っかけてくるだろうなと思ったからねカートをね道に置いてね駐車場のとこに置いてねすぐ追いかけてこれたようにしてね、「へいお尻ペンペン」って言ってね私も逃げときましたよ。 あんなビール瓶を持ったやつにね殴られたらねひとたまりもありませんからね。まあでもあの時ね、お子さんにね、怪我はなかったら、まあお子さん本当怖かっただろうなってね、思いますよ、本当ね。なんせね、私はね、これだけは痛い、煽り運転はもうダメだけど、特にお子さんが乗ってる時はね、本当にね、本当それだけやめてくれ。やめてもらいたい。本当、トラウマになったらさ、本当にね、心のケアって大変だからさ、まあ以上です。ヘルメットよし、安全帯よし、足元よし。ではまたお会いいたしましょう。バイ。